よし、さあやっていくんですが、前回の続きですね。さあ、フィーグ先生と話すぞ。そっか、今ホグワーツは冬だった。あとなんかドラマ化決定したね。10年間ドラマやるらしいじゃん。でドラマ版のキャストでやるらしいね。いやー、またね「ハリー・ポッター」体感できるのは嬉しいけど、やっぱ映画版のキャストで慣れちゃってるから、ああだのこうだのっていう話がなりそう。おお、ツリーじゃん。ちょっともうフィーク先生のとこ行こう。ここね。まあここに飛びましょう。どこどこどこ。あ、近い。ピーグ先生、ピーグ先生、いた。先生、次の試練の場所が示されました。何か変わったのか。ゴブリンはルックウッド城で見たような保管所を探してます。ロドゴット調べました。それに調査用の巨大なドリルを作ってることも分かりました。フィッツジェラルド先生は心配そうでした。なるほど、ランロクは我々の予想よりも知っているようだな。それと先生、実はロドゴクがミリアムさんを知ってました。彼がミリアムを。2人はルックウッド城で会いました。彼女は調査をしてて、そこでポートキーの箱を見つけたんです。ロドゴクは彼女を気に入ってランロクに背いて箱を持ち帰らせました。なんと言えばいいやら、誰でも魅了してしまう人だな。話をもっと聞きたい。むしろロドゴクから直接話を聞きたいな。だが時間がない。次の試練はどこだ。まさかと思うでしょうけど、校長室です。なんと、怪獣像の横を通るには合言葉が必要だ。校長のしもべ妖精なら知っていよ。校長の屋敷しもべ妖精を知らないのに話せるでしょうか。向こうに忠実でしょうし。そうだから変装する必要がある。ちょうどここにポリジュース薬がある。ブラック校長の声と姿になれるぞ。ポリジュース薬には変身後の誰かの一部がいりますよね。調合も時間がかかるんじゃ。そうだ、ブラック校長に変身するポリジュース薬を持ってるのはなぜです。こういったものはいつ必要になるかわからんからな。彼の代理として魔法省に出向くという無駄足を踏んだ後、何か用意しておく必要性を感じたのだよ。さて、時間は有限だ。飲んだら説明をしよう。おお、まず、おお、どうかね。すごい、しばらく忘れられそうにない味です。声はどうですか。バッチリだ。勝手ながら君のローブも変えさせてもらったよ。前に話した通り、スクロープから合言葉を聞き出す必要がある。彼は城内のどこにいるかわからないがな。小川先生を探すといい。
彼女はスクロープにクィディッチのことを吹き込んで校長を説得させようとしているのだ。今のところ成功しているがね。なるほど。でもブラック校長に見られたら？任せなさい。我々はホグズミードで魔法省の関係者と会う予定だと伝えておこう。それで時間が稼げるはずだ。ありがとうございます。それでは地図の間で会いましょう。ブラック校長から感謝の言葉を聞くとは何とも不思議だな。では後で。校長の屋敷しもべ妖精を探そう。まあ、あれだね。校長、お時間いただいて、うん、校長、探しましたぞ。例の忙しいんだ、シャープ先生。失礼。そうですか。ただある魔法薬についてお尋ねになりましたな。その件で。ん？ああ、そう。そうだったな。話したまえ。時間がないんだ。ここで話すのはよろしくないのでは？どうせ聞かは自分が決める。まあ。シャープ先生、自由に話してくれ。でしたら。おできを治す薬ができました。よろしければ校長室に持っていきます。こそこそする必要はない。生徒に届けさせてくれたらいい。生徒ですか。まあ校長がそうおっしゃるなら。そうしてくれ。生徒、ありがとう。たっぷりと調合してくれたならいいんだが。ではこの羨ましくはない任務を課す生徒を選ぶとします。話があるのなら秘書か誰かに言いなさい。さあ向こうへ行きなさい。校長の望みは何だ。わあ、すごい積もってるね。純潔のものは誇りを持て。未来は明るい。校長はここに。こんにちは。じゃなくてそこをどきなさい。校長、よろしいですか。あー、出た。ブラック校長、何度も言いますがまだ間に合います。クィディッチの中止を考え直してください。今すぐ入団試験を行えば短くてもシーズンを開催できます。やらないよりマシです。しかし怪我をしたとあってはね。怪我はつきものです。ブラッチャーが頭に当たった生徒は初めてではないし、下手なお説教よりためになりますよ。みんなケロリとしたものです。今度の怪我人が純潔だからといって中止と。バカげてる。くだらないゲームのために生徒の安全を軽視するとは。くだらないゲーム、本当に頭の固い方ですね。校長、魔法省の魔法ゲームスポーツ部に校長のことを報告します。そうしてほしい。それはよくない。いい考えだ。必要なら用皮紙も用意しよう。さて、しもべ妖精はどこだ。何ですって。わかりました。ぜひ書かせてもらいます。スクロープなら大広めにいましたよ。私を避けているようです。うん、なぜだろうね。では失礼させてもらう。なぜあんな人が校長になってしまったの。今は君たちに割いている時間はないのだ。さあさあどきなさい。そうしてほしいってすごいな。ああ、なるほどね。おもろ。いや、行こう行こう行こう。そっか、魔法使えないのは残念だな。それで靴を磨いたつもりか。まだまだだ。先生、少しよろしいですか。ブラック校長。ウィズリー先生、その会えてよかった。そうだ、ついでと言ってはなんだが、そう、フィグ先生について話をしたいんだが。どうぞ。もっとその時間的ゆとりを持たせることにしたんだ。ゆとり？それで大丈夫でしょうか。正直あそこの生徒が心配です。ただでさえ不在が多いのに。
それでかまわっている。だがそのままでいいんだ。そうですか。ただお言葉ですが、途中入学してきた5年生が城を離れている時間が長すぎるかと。フィグ先生の使いということですが、危ない冒険をしているという噂が流れています。禁じられた森に忍び込んでいるだとか、ランロクやルクウッドたちと戦ったとか。それは話を何でも鵜呑みにしてはいかんぞ先生。いやいや本当に。そうだな、フィグ先生には注意しておこう。これからも君の素晴らしい仕事ぶりに期待しているぞ。ありがとうございます。でも必要なら私が。話は以上だ、ウィズリー。あ、ウィズリー先生、ごきげんよう。あ、素晴らしい仕事？フィグ先生にゆとり？さあ、そうだよ、ね、これでフィグ先生も一息つける。ブラック校長はスクロープの働きに満足してらっしゃる。スクロープはそう信じております。スクロープ、ごきげんよう、ご主人様。校長室の合言葉は何だったかな。ですが、ご主人様は以前、誰にも言わぬと誓えと、ご自身にさえもです。よくも私に口答えしたな。お前の話を聞いてやろうというのに。あ、ええ、もちろんです、ご主人様。どうか、スクロップをお許しください。合言葉はブラック家の家訓です、ご主人様。うん、ああ、もちろんだと思う。ああ、ご主人様がお忘れなどとは。純潔よ永遠なれ、純潔よ永遠なれだったな。その通りです、ご主人様。当たった。当然だ。ええ、そしてご存知かと思いますが、それのフランス語です。フランス語。そうだったな。あ、お前が発音してみせてくれ。あ、ご主人様、スクロープのフランス語がひどいのはご存知でしょうに。ええ、仰せのままに。トゥユアスピューは。あ、ありがとう。こんな話をしたことは誰にも言ってはならんぞ。慎んで、ご主人様。スクロープは決してお邪魔をいたしません。あ、ポリジュース薬の効果が切れかけてる。隠れないと。やばいね、これはやばいね。ちょっと、ああ、こっちか。やばい、間に合うか、間に合う。隠れる、ああ、ここか。フィグ先生の言った通り、本当にうまくいった。さあ、怪獣像に合言葉を言おう。うん、よしよしよし。スニジェットを守るためにどうやってケンタウルスに近づけばいいか分かったかも。禁じられた森で会いましょう。ここは？ごめんね。おいしそうなの食いやがって。まあ、校長室に先行ってからな。レパード。あら、これはレパードできないんだ。これがどこっつってや。下かな。さあ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 、ちょっと起きたまえ。オッケー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 。校長室、校長室。ああ、ここか。じゃあやっていこうぜ。15の0、1、2の2で7でしょ？ 7。
17か。17、18、19、20、21、22、23。トカゲか。トカゲか。あ、息ついた。これだね。で、次。下が、9の、0、1、2、3、12、12の、12の、12、12、12、7か。9、8、7。タコか。タコみたいなやつ。タコみたいなやつ、どこ？これだ。で、開くだろ。開いたぜ。完璧やな。ここで開けたのにさ、なんで？なんで？しょぼいのしか出ないんだよ。校長室。校長室上すぎるぜ。校長室開けてそう。校長室開けてそうじゃない。今のはなんかいろんなね、あれが。校長室遠すぎ。アロホモラ。オッケー、開いた。レベリオ。お、なるほど。うん、なんだって全然じゃないか。ここでないと。クディッチのゴーグルはいいですね。怪獣像があった。これに合言葉を言えばいいのか。トゥジュラスピューア。うん、校長室。レモンキャンディーとかじゃないだね。それはダンブルドアの言葉だ。エリート魔法使いの家系はモットーがあるものなのかな。うわ、本当に組み分け星や。うわ、ちょっと待ってね、レベル3。アロホモーラ解除しといてよかった。これオッケー、開いた。ルーモス。ああ、わかんねえ。アロホモーラ。
えー、オッケー、開け、オッケー、開いた。あ、外だ。レベリオ。せやの。この外でどこ行ける？わ。アロホモーラ。色が違う。開いたぜ。レベリオ。許可の鍵。何この許可の鍵って。鍵って何？インベンドリー。本と羽ペンのシンボルが彫られた鍵。うん、まあまあまあ。よし。とりあえずここだ。会えて嬉しいわ。フィグ先生のおかげです。これからどうすれば？入り口の小部屋の台座に近づいて現れた本を読むのよ。本には何が書かれてるんですか？お話よ。魔法使いの子供たちがよく知る物語に私が影響を受けたように、あなたにも覚えがあるものかもしれない。なるほど。本を読んで終わりではなさそうですね。その疑念は正解よ。終わってから話しましょう。今までずっと校長の鼻先にあったってこと？レベリオ。育毛剤。どんなよ。校長であるべきではない。ちょっと待って、他にも何かある。きっとあれが台座だ。え？あ、来た。レベリオ。はい。お。なんだよなんだよなんだよ。フィッツジェラルド先生、ここは聞こえますか？私はここよ。この場所ではニーフと呼んでいいわ。あなたは偶話の目撃者になる。物事は常に見かけ通りではないのよ。何？素早く慎重に動いて、見つけた道具を使って私を探しなさい。はあ。まず最初にマントがいるわ。マント。ここを通る行商人は全て襲撃してきたが、誰にも見つからずに、誰にも見られずに街を通過する。この場所では生と同じように様々な形の死がある。何が何でも避けることよ。そういうことね。あ、え、嘘だろおい。死の影。わあ、バレそう。ちょっときつくない？
ついね。なんで走って逃げなかったんだろう。そうしてりゃ今頃はきっと。ひとまずやり過ごした。うわ。ここを出なきゃ。ニーフさんはどこだろう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、急ぎ。タイミングを合わせないと。バカバカバカ、今じゃない。うわー、つら、ちょっと待ってね。ここはね、きつくないですか？あそこ正面に階段がある。どうすかな。今だな。よし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 。死神。はしごがある。あれを登れば見つからずに済むかも。やばくない？やばい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 。怖い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 。危ねえ。好きなんだって。チャンスだ。今行きます、ニーフさん。全然チャンスじゃないんだけど。多すぎる。できるだけ早くこの道を渡らなきゃ。どこから行けばいいんだ。あそこに行かないと。敵を迂回できないかな。迂回できりゃいいんだけどね。どこがない。こっちへ行ける気がするので、見つける方法は他にあるはず。どこ行くのよ。戻らなきゃ。このままじゃ鉢合わせだ。やばい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 。危ねえ。安全に行くならドアをくぐるしかないみたい。うん。いやいいねいいねちょっと待って。だろう。どこまで前に来る？よし今だ。
あったぞ。あそこに行けばいいな。お、謎のマント、すごい、透明マントやん。ってことはだよ、これはあれの話か。多分あれの話やな。こっちから行けないの？行けなさそう。あれの話じゃない？死の秘宝の話じゃないの？どう行くの？うわ、戻らないといけないの？嘘でしょ。え、バレるんじゃない？バレない？あ、バレない。奴らは姿が見えない。もっと近づけそう。なるほど、バレないんだ。まあ、死から逃れるためのあれだからね。ニフさん、どこです？私は見つけられないようね。探し続けて。でも今回は隠れられないわよ。あ、これは目の前の杖を振って、並外れた力を無駄遣いしないことよ。ヤマトコの杖やん。ヤマトコや、ヤマトコ。マジすごい力だ。デパース、ディセンド、ボンバー。やば、杖の力がでかすぎる。岩とこ使えるようになりたいね。うわっ、つかまった。いって、うわ、オーケー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 。強すぎ。もう音の音が違うもん。出た。痛い。クソったれがよ。
はい。よみがえりの石か、次は。剣、よみがえりの石やな。出た。こいつはどう戦う？だよ。なってんだこいつは。
いい。石じゃないんだよこれが。バカだな。蘇りの石だよ。魔法族じゃない俺が知ってんだぞ。まだこの先で嘆き悲しむ者たちを交わして何事も見た通りではないわ。彼女が死んだなんて。ニフもかわいそうに。あんな人は他にいないのに。うわ、私を見つけたわね。でも怒ったことは取り消せない。石の魔法はかつての私の影を召喚することしかできない。光なき闇が存在しないのと同じく闇なき光もない。暗闇を消せるからといって消すべきとは限らないのよ。ここはあれじゃん。私の記憶を見るなら覚えておいて。宝箱はなさそうだな。出た。イシドーラ、お父様のために立派なことをしたわね。そうでしょう。パーシバルは考えすぎよ。感情のことも魔法の痕跡のことも心配ない。封じ込める方法が見つかったから。やめてないのね。ゴブリンの銀よ。これをゴブリンに教えたの？大丈夫よ、使い道まではわからない。どんな悪影響があるかわからない。感情に闇の痕跡。パーシバルみたいね。あいにく確信してるの。あれは力の源、集中点よ。仕組みはわからないけど魔法の力を高めてくれる。理解できないわ。役に立つと思うわ。そういう力をもてあそんではダメ。誰かに。父さんは楽になったわ。ニーフ、いい点を考えてみて。誰もが苦しみを抱えているのよ。何してるの？
吸い込んで感じるでしょ。イシドーラやめなさい。何もかも、ずっと隠していたのはこの力が怖いからでしょ。私はこれを受け入れる。本当か？出た。最初の3つの試練を突破した者がいるのか？はい、突破しました。だが君は見るからに。若いですか？バカー先生ですね。ああ。はじめまして、先生。今の記憶ですけど、イシドーラは苦しみを吸い取ってたんですか？そうだ。おぞましいと思いました。どうしてあれが力に？制御できるんですか？あれはおぞましかった。それなのに君はあの力のことを尋ねるのか？私のペンシーブがどこにあるか君に教えるのははばかられるな。力には責任が伴うということを理解していないだろう。責任があることくらい分かってます。先生はご存知ないでしょうが、ランロクという危険なゴブリンがルックウッド城の保管所に入ったんです。奴はその中身を利用して大きな力を手に入れました。その力で魔法族と戦うつもりです。時間がないんですよ。そうか。だが誰かと分かち合う前にもう少し検討しなくては。私の記憶から得られる知識にはとてつもない価値があるのだ。他の守護者と協議する時間をもらうよ。うん。待つより他に手はなさそうだ。実に苛立たしいな。バカー先生に話したろう。イシドーラが力を得るために感情を吸い取っていたとな。ええ、イシドーラは自分の父親にしたようにフィッツジェラルド教授から感情を吸い取っていました。それも無断で。恐ろしい。それだけじゃなく、魔法の痕跡をゴブリンの銀の中に保管する方法も見つけたと言っていました。保管所か？おそらく言いそびれてたんですが、ブラグボールという金属鋼のゴブリンの日記に書かれていた5人の名前と結びついた地点をランロクは掘り進めてるんです。5つの名前？守護者か。あとは誰だ？イシドーラ・モンアナークか。そうです。だからグリーンゴッツでも塔でもルックウッド城でも先を越されてしまったんです。守護者が次の試練の場所を示してくれずとも、せめてランロクの監視を続けようではないか。さらなる情報につながるかもしれん。そうですね。ドドゴクに期待しましょう。ドリルについて聞いて以来連絡がありませんが。そうだ、もうご存知でしょうが、ポリジュースの計画はうまくいきましたよ。そうだな。ブラックの邪魔をする仕事はできすぎだったかもしれん。彼がファイアウイスキーで悪酔いするとは。さて、君のゴブリンの友達のことをあんな風に言うべきじゃなかった。一緒に三万円の謎を解決したい。どうか南海岸まで会いに来てくれ。最後のキャンバスのかけらを探そう。ではではでは、ボンバーダは覚えてるんですよ。あ、まあ、けど必須か。お、払拭来た。とりあえずは
ャレンジか。チャレンジで戦闘で完璧。コレクション、乾燥行かなきゃいけん。どこだ？こっち？こっち行ったことないな。移動だ。はい、移動です。移動なんです。傷つけちゃう。ホットトイズの箱が。行けばいい。ここは見えない。あれで、入るべきだ。何？嘘やろ。中に入らなきゃいけんか。ってなったら、ここだな。ここで。くそ。マジかよ。レベリオ。嘘だろ？全然いけないんだけど。なぜに？まだいけないのか？
はいはいはい。ここでこう言ってこうだろ。ほう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 。うわー、あ、ここか。
まだまだ遠いな。まだまだ遠いぞ。とりあえず戦士他OK。見た目もいいだろうね。そうそう、赤も飽きてきたんだよね。飽きてはないけど。レベリオ。よし、いた。よかったぞ。いやな感じの騎士だよな。袋を受け取ったよ。ありがとう。来てくれたか。乱禄の信奉者が海岸から退去してくるのを見た。僕らが見つけたような洞窟に向かう、そう言ってたよ。なんで奴らに先を越されるんだ。三枚絵を知らないのに。わからない。また記憶を見たんだ。今度はニンフ・フィッツジェラルドって名前の守護者だった。石ドーラの古代魔術でうろたえてた。でもそのうちのいくつが乱禄とつながるのかはまだわからない。その守護者は君で遊んでるんだ。問い詰めて情報を聞き出さないと。そんなことしても無駄。記憶に触れるには試練を終えないと。思ってるほど簡単じゃないよ。彼らは決まった順に記憶を見せてきてて、それで。ああ、そんな面倒な質問をしてくるなんて、君を信頼してないか、アンを気にかけてないかだな。うん。セバシャン、もちろん気にかけてる。やっとここまで来たんだよ。苛立ちに負けないで。わかった。君の守護者に従う。今はな。でも気に食わない。やるしかない。さて、ここに導かれたわけは？早く行こう。見つかるとまずい。気を緩めるんじゃないぞ。すぐ先で乱禄の手下を見た。なぜなのかな？襲撃だろう。この山は以前地元の村落の貴重品を守ってた。乱禄が海岸に来てからは放っておかれてる。さて、敵がいるだろう。もう見た目変えましょう。75なんだ。まあぶっちゃけねーって感じ。これはやみ顔は
4日目で行こう。で、ここまで来て、で、マント。ああ、これは。で、外見。来た。どうも。こっちでもいいんだけどね。こっちだと。これで行こうぜ。さて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 。このまま眠っちまいそうだな。そうとは限らないよ。そうなの？ちょっと雑談だよ。黙って山登りしてても仕方がない。はい。待って。何か計画を立てないと。
何考えてるの。死んだゴブリンのことをな。殺されるところだった。でもそうならなかった。蘭六の信奉者はさらに先に行ってる。このまま行こう。仲間はあれですかね。困ったね。ゴブリンの銀で作ってやったら、そいつは全部俺たちのもんだ。剣だろうが保管所だろうが何一つ譲らん。わ、ねえ聞こえた。自分たちのものだと思ってるな。上か。何を。おい、どうして突然慎重になるんだ。聞いて。イライラするのはわかるけど、今飛び込んだらこれまで気づいてきた成果が無駄になりかねないよ。ロドゴクは。ああ、ゴブリンのお友達か。やめて、いい加減にしなよ。蘭六とは違うゴブリンもいる。僕は敵じゃない。僕たちは同じだよ。答えを探してるって意味では。目的は同じだと思ってたよ。そうだよ。だから聞いてほしい。ロドゴクは僕たちより蘭六をよく知ってる。蘭六はなぜか守護者のことを知って、関連する場所を調べてるって言ってた。いつも先手を取られてるように思えるのはそのせいだよ。ちゃんと分かってるから信じて。じゃないと力を合わせてやっていくなんて無理だと思わない？分かった、分かったよ。悪かった。自分の感情に負けてしまうんだ。しばらく前からな。君を信じる。一人じゃアンは助けられないしね。よし。蘭六は僕たちが考える以上のことを知ってる。闇雲に突っ走らないで慎重に行こう。今は大変だけど、三枚屋の最後の断片を見つけるなら力を合わせなきゃ。そうだね。えい。さあ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 。順調だね。レベリオン。この場所にぴったりだ。レーノス。はい。レベリオン。はい。はい。はい。
死に。階段？何のためだろう。長くほっとかれてるみたいだ。いや全然喋ってない。雲が多すぎなんてな。気持ち悪い。見てみろよ。僕はあんまりこの。物が多すぎる。
OK。しょうかね。レベリオ。はい。運がいいから見つけられてる。それともか。さてと、他にどこにあったっけな。雷か。そう。はい。
情を深める。おお、なんかすごい。レパール、これで一段落だな。もっとあるよ。日記だ。石ドーラはここにいたんだ。あの岩棚までジャンプするなんて無理だよ。アクション。はいはいはい、こっちこっち。レビオーサ。レビオーサ。でもこの景色、登った甲斐があった。また障壁か。どうするか、飛ばせるだろ。レベリオ、行き止まりのはずがない。きっと上の階があるんだ。ちょっと邪魔すんじゃねえ、てめえ。ボンバー、僕と同じくらいうまいな。石ドーラだけのものだったはずないな。3万円はここを示してた。またルーン文字。もう詳しくなってもいいくらい。えい、いた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 。ここも石ドーラが作った場所なのかな。石ドーラはここで古代魔術を練習したんだ。僕が見た記憶では、守護者と石ドーラは古代魔術の使用で意見が合わなかった。彼女の記憶を覗けたらな。うん、てめえにはまだ早えよ。この上どうやっていくんだろうなーって感じ。レベリオ、ああ、あったわ。よいしょ。最後の3万円だ。やったよ。こんな秘密を隠さなくてもよかったのに。僕が見た記憶では、守護者と石ドーラは古代魔術の使用で意見が合わなかった。でも自分の話をこっそり残すのに、どうしてあそこまでしたのかがわからないんだ。彼女の記憶を覗けたらな。そうだね。三枚絵を完成させればもっとわかるかも。よしよし、オッケー。とてつもない旅に連れて行ってくれた。これで、いよいよだね。もったいぶらないでいいから、早く置いてくれよ。置くと。あ、憂いの古いだ。これが目当ての。どうだろう。今のは調べてみようか。うん、兄さんは生き返らないけど、苦しみは和らげられる。
さあ座って。イシドーラ、私たちは君に聞きたいことが。いいわ、見せたいものがあるの。父さん、ホグワーツの同僚よ。兄が亡くなってから喋らなくなったの。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。イシドーラ、なんということを。消したわ。ありがとう。どうだ、上出来よ。当然ゴブリンの銀だぞ。もっと大きいのは必要よ。わかった。何を隠すのか知っておいた方がいいんだが。魔法よ。痛みを消す呪文の副産物ね。でも正しく使えばその力でもっと素晴らしいことができるはず。そんな魔法をなぜ隠すのだ。みんなの理解が得られるまで安全なところで保管しておくだけ。こういう力は危険視されるから。人を選ぶ力かもしれんな。そうね、でもいつか役立つ。痛みを消してた。やっぱりな、アンを助ける方法はあったんだ。セバスチャン、何か変だ。何がだ、君も今のを見ただろ。記憶じゃなくて肖像画だよ。イシドーラがいなかったのは出てこられなかったからじゃないかな。話が見えない。見たことある景色だった。フェルドクロフトにあった傷ついた絵、あれだよ。じゃあ誰かが魔法のキャンバスを傷つけたんだろう。でも記憶は見つかった。うん、そうだね。彼女は見せたかったんだ、自分はこんなことができる、君にもできるって。でも彼女がどうやったのかわからない。なら覚えればいい。守護者に教わってさ。教えてくれるかな。守護者によると痛みを消す魔法は難しいし予測がつかないものなんだって。たとえ使えたとしても制御が可能なのか。可能なら君は全ての試練を乗り越えたんだ。合格ってことだろう。君なら使いこなせる力があるんだから。話していいのか悪いのか。守護者と話してくれ。僕のためじゃない、アンのために。守護者はなぜイシドーラを黙らせたかったのかな。なぜ肖像画を破壊したんだろう。うん、でこれか。出していいのかどうなのか。海岸沿いの鉱山で蘭禄の土器を一つ見つけた。
説得を試みるのは嫌になってしまったよ。一緒に来てくれるなら歓迎する。だが来ないのなら戻ってから報告しよう。渡したいものがあるからな。ロドコクは危険な状況に陥ってる自覚がない。見つけなきゃ。ワールドマップ、ここか。よし、ちょっと一旦トイレ。
セバスチャン、闇の犠牲を必要とする地下墓地の遺物なんてどういうつもりなの？気持ちはわかる。でもアンのためだ。やる価値はある。オミニスは知ってるの？呪文の本を見つけた時に書斎探しを手伝った。わかった。オミニスも行くなら私も行く。ソロモンおじさんはフェルドクロフトを出たがってるからあまり時間がない。え？わかった。おじさんを止めないと。アン、時間を稼いでくれ。頼む。やってみるわ。じゃあまた後で。おじさんがアンを連れ出せるはずない。どこへ行くんだ。妹とはいつ会える。セバスチャン、おじさんがフェルドクロフトを離れたいと思ってるなんて。アンが止める。時間が欲しい。時間？なんで？遺物のことさらに分かった。図書館にあった本とスリザリンの呪文の本を相互参照したんだ。それで気づいた。あの遺物は多分地下墓地の中でしか効果を発揮しない。じゃあアンを地下墓地に連れてって何かを犠牲にしなきゃいけないってこと？危険そう。リスクを負う価値がある。最大の難関はオミニスの説得だな。彼が乗らなきゃアンもダメだ。それと絶対におじさんにバレないようにしないと。校長に言いつけられたら退学になるかも。今回はオミニスのことは僕に任せろ。おじさんはもう闇払いじゃない。彼が何も知らなければきっと僕らも平気だ。このことがおじさんに知られたら、まさか魔法省の人に言ったりするかな。バレても魔法省には突き出さないだろう。知ってる限りじゃ円満退職じゃないからな。何も言わないけど、前から闇の魔術に強く反発してたのが関係してるんだろう。アンは以前の彼の行動をこう考えてる。闇の魔法使いとの戦いで許されざる呪文を使ったんじゃないかって。職務のせいでこんな人間になったって急に辞めたらしい。少なくともアンはそう聞いたと思ってるんだ。だから家族の誰かが闇の魔術を使っても魔法省に通報するようなことはないだろう。幸運を祈ってるよ。それじゃまた。地下墓地に集まるときは知らせる。フクロウを待っててくれ。また後でな。ガイドは本当に便利ね。私も。使い取って迷わない。また来てくれて嬉しいよ。今回も君にだけ宝器のアップグレードは特別価格だからね。来てくれてありがとう。またどうぞ。
私ならできる。彼らがいるから。ここでケンタウロスに会うの？とは言っても向こうは私たちが来るのを知らないから、正確には会うというよりサプライズって感じかな。スニジェットのことを言えば大丈夫、力を貸してくれるよ。そうだといいんだけど、誠実に話せばきっと分かってくれるよね。下手にごまかしたりすれば見抜かれちゃうはずだから。あ、緊張してきた。何でもお見通しっていうか、そんな雰囲気。まさにその通りだよ。ただ何でもない。何なの？本当に何でもないよ。別に秘密なんかないもんね。そろそろ秘密を話すよ。ビクトール・ルックウッドが僕を狙うのは、あいつがランロクと組んでるからだ。狙いはグリンゴッツの金庫の中身。ドラゴンに襲われた時、フィグ先生が持ってたポートキーでそこに飛ばされたんだ。今はここまでしか話せないけど。そうだったんだ。でもこれでテントで見たことが腑に落ちたかもしれない。安心して、秘密は絶対に守るから。ケンタウルスからもね。こっちの考えを隠さずに話そう。手伝ってくれるよ、でしょ？うん、そうだね。そうに決まってる。会えたらスニジェットの話をする。そうすれば何もかも。ところで何をしてる？聞いて、話をしに来たの。ああ、ケンタウルスという魔法動物と言葉を交わしたと友達に自慢するつもり？いえ、違う。あなたたちの助けが。黙れ。ここに来たのは大きな間違いだったな、小さき魔女。放っておけ、エレカ。子供を傷つけるのは我々の生き方ではない。立場を忘れたか、じいさん。群れのリーダーは俺だ。それにいくらその生き方を守ろうと、こいつらは俺たちのような生き物を平気で殺すんだぞ。この子たちは殺しはしていない。無傷のまま返すべきだろう。覚えておけよ、ドラ。万が一こいつらが俺の前にまた現れれば命はないぞ。愚かな子よ、魔法使いはここにいるべきじゃない。さあ、おとなしくついて。黄金のスニジェットは生きてる。でも密漁者に追われてるの。奴らは月の光が手がかりって掴んでる。解き明かすのは時間の問題。お願い、スニジェットを探すのを手伝って。もしかして。密漁者が探しているのは南の洞窟のムーンストーンだ。手に入れて森にある遺跡に置きなさい。では私は群れに伝えてこよう。終わったら会いに来てくれ。どういうことだろう。日記にあった月の光は本物の月の光のことじゃないんだね。でもムーンストーンはスニジェットと何の関係があるんだろう。それにどうして見つけられる場所に確信があるんだろう。ムーンストーンはどこにでもあるんじゃないの？どうして洞窟まで行くの？ケンタウルスのことだから、何か特別なムーンストーンなのかもしれない。見ればきっとわかるよ。どうかな。でも僕は信じようと思ってる。ケンタウルスだしね。私もよ。すぐにいなくなったのは残念だね。なんて名前だったっけ？ドラン？群れのリーダーはそう呼んでたね。そのドランさんが情報を知ってるなら、疑問は後回しにしてすぐに動こう。図書館で話に出てきた洞窟を調べるよ。
何か見つけたら知らせる。ディーク、何かひらめいたってウィーズリー先生に聞いたよ。ええ、その通りです。あなたはあらゆる魔法生物に興味があると聞いています。ディークが知った噂によると、近くの山に不死鳥の巣があるそうです。不死鳥の巣？ナディが言ってた不死鳥のかな。ハーローと密猟者たちが狙ってるってやつ。おそらくそうでしょう。ディークが知っているなら密猟者も知っているはずです。狙われてもおかしくありません。なるほど、じゃあ助けに行かないとね。ビークはそう思います。高貴な生き物を卑しい輩に渡してはいけません。うまく説明できませんが、不死鳥を救えばビークの前の主人に起きたことを少しだけ償える気がします。あなたが不死鳥を見つけることを願っています。必要の部屋に連れてくれば安全です。我が木友よ、会えてよかった。
封印されてる。もうルックウッドの密漁者が来てるんだ。レベリオ、中にいるのかな。封印されてる。もうルックウッドの密漁者が来てるんだ。不死鳥は中にいるのかな。1話にどれだけの値がつくかは見ただろう。まるまる1話の売り値を想像してみろ。うん、城に残ってればよかった。エンプリオン、おお、賢いな。コンフリンゴ、闇の魔術を見せるか。キロテンゴ、インセプリオン、おい、インセプリオン。ガキだな。レベリオ、密漁生活も終わったね。
レベリオン、コンプリンド。また密猟者、一体何人いるの？市長だ。まるでついてこいって言ってるみたい。密猟者よりも先に見つけなくちゃ。レベリオン、エクスペリアームズ。生徒一人の命です。プリペンド、グレイ。お前の噂はいろいろ聞いてるな。エクスペリオン、何も怖くない。アロホモーラ、またいた。
レベリオン、コンプリート。安心して眠れるようになったな。レベリオン、また俺はコンプリート。また俺は独り言を一人で喋ってた。そして音声が取れてなかったっていうね。レベリオン、どこ行く。ああ登って、もう着いたんじゃないか。いや、助けに来たよ。安全な場所に連れてってあげる。あと、そうだね。じゃあここだな。おう、部屋に戻ろう。きっとディークが喜ぶよ。なんてことよ。はい、素晴らしい。調べるべきだな。ということで、こっちのホグワーツの地図で、まあ秘密の部屋に戻るんじゃ。ホグワーツ、はい、秘密の部屋。不死鳥はいましたか？うん、密漁者のところから助けてきたんだ。ここにいるから安心していいよ。素晴らしい。さて、早くしてください。ディークは待ちきれません。
綺麗ですね。記念にどうぞ。不死鳥か、いいですね。私たちが必要の部屋について教えた甲斐がありました。すごい仕事をしましたね。多くの動物を救いました。不死鳥はもう大丈夫です。あなたのおかげ。やれたのは君のおかげだよ。ありがとう、ディーク。ディークは親切な言葉に喜んでいます。あなたのような人を手助けできたことを嬉しく思っています。あなたはたくさんの動物にいいことをしました。その手助けをしたディークは久しぶりに安らぎを感じています。ディークはあなたのためにいつでもここにいます。これもうディークのミッションは終わりか。ここか。あー、いいですね。これか。不死鳥でかくない？でかいね。不死鳥はいいですね。基本はこんなもんでいいか。そしたらケンタウロスと石。よっしゃ、今日はここまで。いやー、あともうちょっとじゃない、終わるのね。また次も見てください。チャンネル登録、 YouTube の方のチャンネル登録と Twitch のフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。